マヨラーなんで、はい、最後に、はい、あの味付けいきましょう。うまみディライト、ライト、はい、はい、合わないわけがない、合わないわけがない、美味しい、ほんと。はい、カツイです。はい、宮です。はい、なんか今日いつもとは趣向は違うものを作ってくるらしいですね。はい、キャベツめちゃくちゃ残ってるんで、はい、何ができるかなと考えたんですけど、はい、コールスロー、しなっとしたサラダみたいなやつですね。しなっとしたサラダですね、はい、うまいコールスローをまず作りましょう。はい、なんかあのパンとかでコールスロー挟んでサンドイッチみたいなのしませんか。ああ、最高っすね。でなんかプラスアルファ買って、はい、適当にファファファって入れましょう。いいっすね。レッツキャベツ太郎。はい、じゃあとにかくキャベツのざく切り、はい、1センチ角でお願いします。はい、1センチでもう続けちゃっていいですか。で、あの芯のとこだけあるのでそこだけ気をつけてもらって、はい、はい、到達しました。キャベツ全部いっちゃいます。いっちゃいましょうか。今日どうすか。いっちゃいましょう、はい、じゃあとりあえずそれちょっといっぱいになると思うので、はい、まあ切った分をまた横にして、はい、あ、角で1センチ角のざく切りへ。こういうことですね。そうです、うん、そうです。どうでしょう。いいでしょう。いいでしょう。消費できますね、これは。これはもう、ちょっと長くなってるなっていうところは切ってください。はい、じゃあ全部残りもいっちゃいましょう。はい、ちょっとやってみていいですか。はい、芯のところが結構あれですもんね、やりにくいですよね。そこも大事かな。そんなことないですか。冗談です、はい、これは多分多少芯が残っててもあのコールスロー の, そのソースとかでだいぶしんなりするんですよね、はい、そうですね。でもここの部分はやっぱりちょっとさすがに、はい、夜のいいつまみにもなるんじゃないですか。そうですね、ちょっとなんかお酒の、はい、ザクザク切るのって、はい、結構大ぶりになっちゃったかな。いいですか、がっつり男飯。いい感じでしょう。なんか僕切り続けるのって気持ちいいなって思うんですよね、僕は。はいはい、とんでもない最高野郎ですね。いや、なんか意味違えてませんそれ。ああ、そういう意味じゃないですか。ああ、ほんと切り込むのとかこう人をこっからお好み焼きに行くこともできるんですよ。そういう問題じゃないですか。行けますね、はい、確かに。はい、約半個分丸々ぐらい。そうですね。で、ピーラーですか。ピーラーで切った後に千切りする感じにしましょうか。皮はそのまま、もうそのまま行きましょう。はい、こんなぐらいあったら大体どうですか。で、それを千切りしていきましょう。はい、重ねて、あの包丁で結構ごつめになるときは一、はい、回電子レンジで軽く火を通してもらってもいいかなと思います。はいはい、こんな感じですか。はい、確かに握るとうまそうやな。やっぱ色味が入りますもんね。味もこの匂いやっぱ美味しかった気がする、うん、コールする。持ってきたやつは入れていい。はい、どんどん入れてください。うまい。これはホルダーが付いてるから安心してできます。うまいっすね。はい、ホルダー絶対買った方がいいですね。これにお塩かけてもらって、はい、どのぐらいですか。結構いいですよ。適量、ちょっと一回全体に割って、全体に回るぐらいの量あればいいので。どうでしょう、まだ足りないでしょうか。で、よく混ぜてください。はい、揉み込む感じで。手でいいんですか。手でいいです。はい、で全体に塩がちゃんと回るような感じで揉み込んでおいてください。はい、揉み込むで多少こう強く握った方がいいんですか。そんなに強くは握らなくて、はい、で、ある程度できたら OK なので、はいはい、ここから 2,30 分ぐらい置いておきましょう。はい、軽くで、ここから30分間置きます。はい、だいぶしんなりしてるのかなと。してます、ね、だいぶしんなりして水分出てると思うんですよ。はい、両手で絞ってもらった方がいいかなと。はい、はい、じゃあ絞ってもらったのもう一回こっちに移しましょうか。はい、はい、綺麗にしたい。楽しみです。もう男料理なんで、はい、結構ノリでいきます。はい、ここから、はい、
もう味付け適量、はい、いきます。オリーブオイル、もうちょいワイルドに、オッケー。お酢、それは気をつけてください。そうですね、はい。マスタード、はい、もうわっしょい。あ、気持ちいい。じゃあマヨネーズ、さ、結構爽やかなのが好きな人は、はい、マヨネーズなしでも全然オリーブオイル入ってるので大丈夫です。マヨネーズ大好きです。はい、行きましょう。マヨラーなんで。オッケー。レモンもちょっと爽やかに入れておきましょう。レモンです。はい、もうちょっと。オッケー。で、黒胡椒結構入れて OK やと思います。がっつり入れると。いきますね。はい、混ぜてください。うん、お、いい匂いしてきた。超いいですよね。おいしそう。最後に、はい、あの味付けいきましょう。うまみディライト。ディライト、はい、はい、半量ぐらい入れてください。これの半量、はい、あの1パックの半分ぐらい入れてください。中瀬さん、はい、出来上がったコールストロー、いいおつまみになりそうですね。なりますね、はい、完璧で。まあご飯として食べたい場合はサンドイッチ。お、はい、いきましょうか。サンドイッチ、はい、今日買ってきたパンがあるんで、はい、いきます。はい、サーモン、スモークサーモン。スモークサーモン、はい、サンドイッチ合いますよね。絶対合いますね。はい、おしゃれ。はい、じゃあ置いてもらって、もう一度閉めますね。どうぞ。ありがとうございます。バターナイフがないんでちょっとスプーンで代用します。はい、これはもう量は、はい、がっつりいっちゃってください。いや、いってほしいです。できればもうこぼれちゃうっていう量で。いや、いいですね、いいですね。うわ、おお、そんなにもう。そうですね、もう量が多い方がいいサーモンですね、これ、はい、なかなか綺麗な。いきます。綺麗、ちょっとしっかりと大ぶりな。これ名前をつけるのは何ですかね、サーモンとコールスローのバケットみたいな感じですかね。サーモン、そうですね。おお、それ赤綺麗。サーモンと共に、うん、共に好きやな。はい、ちょっとどうですか、こんな感じは。いや、いい感じです。おしゃれ。はい、じゃあ、この動画はご覧のスポンサーでお送りいたしております。今までいないアプローチですよ。ちょっと見て、このなんていうんですかね、美味しそうですし、おしゃれやし、サーモンとだしを使った、キャベツのコールスロー。そうですね。要はサラダですよね。うん、ドレッシングをちょっと一工夫しただしを使ったオリーブオイルとだしをほんの少し入れて、はい、でマスタード、マヨネーズ、うん、お酢ぐらいですよね。そうですね、すごくシンプルで、かなりシンプルですね、はい、で色味でパプリカとパセリも入れてます、うん、でメインのところは具材は今旬のサーモン、鮭、はい、鮭の、切り身です。スモークサーモン、ね、スモークサーモンです、はい、はい、いただきます、はい、ちょっとかぶりつけます、はい、大口、うん、美味しそう。あの滴る感じもいいですね。ちょっとうまい、見えるんだよ。はい、あの今までイヤスマルでもこんなレシピなかなか珍しいと思うんですよ。パンとかスモークサーモンとか、はい、でなんでこんなに美味しくて合うのかと思ったんですけど、コールスローも途中調理過程結構お漬物みたいな感じじゃなかったですか、塩漬けと。そうですね、だから相性がいいんですね、うん、そこにイヤスマルだしの海鮮的なだしとサーモン、はい、がすっごい合います、うん、やっぱ海鮮海鮮で合わないわけがないと。合わないわけがない、ね、美味しい、これほんと、うん、スモークサーモンも合いますか、うん、うん、あー、よかったサプライズ。ごちそうさまでした。うまみディライス。